もよし、そんなもん、ね、思いっきりホームランを打つのもよし、ぜひ使ってください。そしてもう一つ、私から大きなビッグなプレゼントがあります。こちらです。今年は春の珍事にならないように。秋の珍事がいいな。一番厳しいね。いいがいいな。このプリクラはですね、まあ、ヘルメットの裏に貼らさせていただきます。はい、僕もスパイクの剣のところに貼ります。取れるっちゅうね。マジさんってハーフ？俺ハーフですよ。俺ハーフやんな。俺もハーフや、うん、俺お父さんキューバ人ですわ。それ俺のギャグやん。バレーやったもん。俺のお父さんもキューバ人やん。一緒やん。モンブラン言うねん。奇遇やん。俺ジェニファー言うねん。そんなおらんちゅうねキューバで。奇遇やで。何でもやるね。行くで。27歳。行くで。独身やから行くで。どこまでも突っ走るで。さて、そろそろ真面目な話、今シーズンの目標をお願いします。去年プロ入り後最高の成績を残した才木選手、今年はお立ち台30回に注目。ファンは男の涙を待っています。一方、2番定着を狙う春敏郎選手、目指せ30盗塁。ところでこの2人ともに盗塁の数でこんな公約をしています。まあ、前だったら2人でですね、地毛でパフィーします。地毛で、それはお前、ね、やばいと思ったら認めてるね。いや俺は行きたいね、そんな最近ね。夏ぐらいから十分伸びるって。僕らのヘアスタイルで、はい、シーズンがまだいけるかどうかを判断していただければ。そうですね、ね、分かることよね。地毛でやります。5月ぐらいかな、おゆりちゃんとゆみちゃんで5月ぐらいから伸びてきたらびっくりするよ。俺もマシさん、また会ってみたいね。なかなか春の珍事事件以外は全然姿現してない。ほんまやね。なんかずらかりよった。ずらかったね、だいぶね。ずらかっておりません、ぜひ。